よかった。ありがとう。よーし、できた。ということではい、いきなりですが、質問です。皆さんの好きな色は何ですか。うん、でも、でも、やっぱりそこは。せーの、桃色。 はいいありがとうございます奈良県代表の大西桃佳です。ということで「ショールーム選抜」「ハイスタグ仮西ラスト配信です。イェーイいや本当なんだろう終わ,終わってしまうのか。 なんか。改めて、あの。本当に。ね。一回お茶飲むわ <laughs>。一回お茶を飲む。 1> 今1時間ぐらい経ったからちょっとここでマスク外してもいいかなということでですねまずは本当にこのショールームイベントラスト配信になるんでございますが。 まず今回の「仮にし」を応援してくださる皆様本当に本当にありがとうございます。うーんなんか今回大西がショールームイベント参加したいっていうか参加しますっていうのを発表っていうかあのねこのショールームイベントが開催されるのと同時にこう発表されたんですけど。 なんかその時は本当にどんなど,どうしようっていうなんか自分の中でもこのショールームイベントに対してどう向き合っていいかというか何に対してそのモチベーションを置いてやるかっていうのがすごくあったんですよ。だからら最初やらない って考えててこののショールールムイベントの案内が来たときにやるあれがないなって最初思っちゃってたからやるつもりは最初なかったんですけどでもこう自分がショールームイベント今回のを立候補せずにっていうのをなんか考えた時になんかもしかしたら後々ああ立候補しとけばよかったなって思う のかなみたいな後悔するのはなんか嫌だなと思ってで今回そのショールームイベントなんだろうファンの方と決めれなかったからなんか相談とかできなかったからイベント完成開催しますでそっから募集者集いますとかじゃなかったからどうしようってなって。 ってたけど、でも後悔。するぐらいなら。一旦。立候補して。もしそれで。やらない。って。こう、こういう立候補一旦してみてんけど。なんか。どう思うって言おうかなって思ってたんですよ、最初。そう。っていうのもなんか最初の方。 このショールームイベントやるって決まった時にお話をさせていただいてっていうのもまあねショールームイベントこの間ラルムのやつやったばっかりばっかりだったっていうのもあるんですけどなんかやっぱりこのイベントって本当にね大変なイベントだからそういう面でも。 なんか申し訳なさの方がその時は勝ってしまうってなってたから一回相談していっんとりあえず立候補しとかこうかなっていう感じだったんですよ。まあ、そんな感じでなんか今までのショールームイベントとはなんかちょっと大西的には雰囲気が違う始まり方をなんかしたんですよ。で、まあ、順位関係なく。 楽しんできたいたなって思っていますっていう風に言いながら最初の方やっていてでもそれでもたくさんの方が応援してくださって最初からずっと2位とかずっと上位の方にいさせていただいてでもそれでお西が新型コロナウイルスになっちゃって10日間もお休み期間をいただいてしまって。 それでもうんそのお休み期間中もまあなんとなく2日にこう復帰するって大西は知ってたからあまだイベント期間中だと思ってなんかもう最初の方にあこれはもう今ここコロナかかってあ十10日間。 ダメってなるとあ、もうダメなんだろうなみたいなイベント間に合わないなってずっと思ってたんですよだからイベント復帰した後どうしようって考えててでも本週外お休みする前ずっと応援してくださってた皆様がたくさんいて 本日も立候補するって言ったのに途中でやっぱりここで諦めますっていうのは嫌だったので嫌っていうかなんか自分の中でなんかしっくりこなかったのでやるなら最後まで楽しんでやりきりたいですっていうふうにこうやって復帰した時にメールだったりとかこのショールーム配信で。 お話しさせていただいや本当に私がねこう勝手に立候補して勝手に頑張りますとか言って勝手にコロナになってしまって勝手に10日間休んでっていう本当にファンの方はずっと一生懸命応援してくれてたのに大西がなんかもうそんな自分勝手な ことばっかりして本当にたくさん迷惑をおかけしてしまっているのに昨日の復帰1日目で配信3時間やってたった3時間で1,000万ポイント。 ってなんてな本当にごめんね謝らないって言ってちょっとそれもここ肝に銘じて昨日今日ちょっとやってたんですけど本当に何だろう 本当はごめんなさいって謝りたいこと本当いっぱいあるんですけどだから本当にこうやって大西のわがままに付き合ってくれて改めて本当に本当にありがとうございます。なんかこんな風にたくさん応援してくださる方がいてなんか。 かっこいいなんか自分の自分のファンの皆様自分のことを好きで好きって言ってくださる皆様なんか大西は何だろうなんか最近こうなんだろうね新しいファンの方とかもすごく増えてあの選抜にこう入ってテレビとかで露出させていただく機会とかも増えてそれで新しいファンの方が増えて。 でなんか知り合いが増えたっていう感覚なんですけど自分の中では <laughs> そうかああ知り合い増えたうれしいみたいなだからなんかファンの方々っていうよりかはなんか知り合い <laughs> なんだろうね <laughs> そう知り合いが増えたな嬉うれしいっていう気持ち 感覚的になんかそっちの方が大きいんですけどでもなんか本当に皆さんがかっ,かっこいいって言い方は間違ってるかもしれないけどなんか一緒に。 なんか頑張れそうね一緒に頑張るというよりかはなんか本当になんか連れてってもらってるというか本当に皆様のお力に頼りっぱなしで本当に。 申し訳ないと思うのもよくないかもしれないけど。でも本当に。あの感謝の気持ちで。とても。いっぱいです。本当にあのこんな、こんな。今で泣いてもね、よくないんですよ。本当ごめんなさい。 本当にあの改めて感謝の気持ちですごくいっぱいなんかもうその言葉じゃなんか本当足りないぐらいもう本当にでもそれしか今表せる言葉が思いに思い浮かばなくてそのことばかり言っちゃうんですけど本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 本当に本当にありがとうございますうんありがとう、うん、結局ドンキで買ったやつとかもほとんど使えへんかったけど今後あのイベント関係なくやるから遊びに来て。 なんか毎日配信もさまあこのコロナで途切れてしまってまあなんか一応なんか最近のそのチケット制度みたいなのがこう勝手に発動されるから一応日数的には今も続いてはいるんですけどなんだろうね。 なんか大西的にはもうこれ続いてないんですよねなんか自分の中では <laughs> そうだからまたゼロからじゃないけどうんゼロから自分の中では今ゼロからになってるのでそうだから今毎日アイドル2日目 <laughs> そう自分の中では今2日目なんですよねこれそう <laughs> そうこれねあ,のいやありがたいんだよ本当にこれがこのね記録っていうのももちろん大事だからねあのすごくありがたいけど何か。 昨日が初日今日が2日目ということで <laughs> 新たにここからねまたそうそれねすごい心配してくださる方が多くてなんかこのまま続けるのが何かなんだろうしんどくなってしまうんじゃないかみたいな「せっかくせっかく」っていう言い方もあるかもやけど。 一旦せ途切れたからこの毎日アイドルにこだわらずなんか気軽にできるチャンスなんじゃないかみたいなっていうのもなんかメッセージ頂い,いててそう違う2112日じゃないのお虹これ !2 日目 <laughs> 五回。こっちがこれ嘘。嘘です。<laughs> これ嘘つき。これ二千百十日多いです。大西の記録これ二。一番端の二。<laughs> そう。まあでもそんな感じですごくね。 なんか一旦やめる機会になるんじゃないかっていうコメントとかメッセージとかもいただいててなんかどっちって言っても応援するよみたいなコメントもすごくいろんなところで頂い,いてたんですけどなんか結果なんだろうねなんか自分の中でも特に。 そもそも日数っていうかにはあんまこだわりはなくてただまあいけるならどこまでいけるんだろうみたいなまあいけるとこまでいきたいなぐらいの今 <laughs> まあもうちょっとで六年やしいけるとこまでいきたいなぐらいのモチベーションではあったけど結果別に途切れても途切れてなくてもあのなんだろうね配信する理由としては別に。 そこだけにこだわりがあったわけじゃないからもともと単純にこうファンの方とコミュニケーション取れる自由に取れる配信ってほんと敵なものでございましてね大西 <laughs> にとっては <laughs> そうなのよどこにいてもさこうやってコミュニケーション取る取りたいっていうのも まあ、元々始めているのでこれからもまあこだわりなく適当いい意味で適当にあの毎日普通に配信は続けていこうかなっていうふうには思っているのではいその辺はそんな感じでいこうかなっていうふうに思っています。ので そう嬉しいのこの配信それこそねこう選抜に選んでいただいてて今2作連続,連続ででなんか舞台とかもさ去年いっぱいあったりとかしてさお仕事もたくさんありがたいことに頂い,いてなんかももちゃんが遠い人間になっちゃった気がするみたいなっていうのもすごくいただくこと多かったんですよ一時期。 こっち側としてはさ寂しいののよそれれを言われるのは,おにはどこにも行ってないつもりだからさでもそれをわりかし一番わかりやすい形でなんかこの配信はコミュニケーションが取れるこの配信とかショールーム配信ってコミュニケーションが取れる場だと思ってるので。 そうなんですだからいつでも戻ってきたらここにいるよう西っていうスタンスでこれからも昔と変わらず配信は続けていこうと思うのでそんな感じで思っておりますぜひぜひこれからも仲良くしてください仲良くしてほしいこちらこそ遠くに行かないでほしいの 気持ち的に、ね、まあもちろんさ押し偏とかもあるじゃない押し増しとかもあるじゃないそれはおにし止めれないからさ誰を好きになるのは人の自由だから大西はそれはあの引き止めることはできないけれどもさこちら側の身としてもそういう思ってる気持ちはあるんだよっていうのは知っててほしいなって思ったまあ押し増しもねいいけどね <laughs> いいけどねもうちょっとで終わっちゃうのかなこれ時間7分前だよってありがとうどうしよう最後みんなで4七でも歌っとくちょっと時間ねこれ途切れちゃうとダメだからじゃあみんなちょっとアカペラになっちゃうけどみんなで4七歌おう熊太郎もな 熊吉やったっけ熊太郎熊左衛門君も一緒に歌おう行くでということでショールームイベント仮にし最後まで本当に本当にありがとうございます最後はこの曲聴いてください「47の素敵な街へ」「タララタララタラタン」

空を見上げて誰かのこと思ってますか?」「今すぐに会いたくなった」「誰かいるっていいね」「幸せなこと見つけたときは君に」 分けてあげたい」「四十七の素敵なあの街へ」「歌を歌いながら」「会いに行こう」「大好きな車に乗って」「ワクワクする分近くなる」 ということでランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思いますいきますよ1位チンアットマークアメリカの大西軍さんありがとうございますイエイそして2位が山マチョさんありがとうございますイエイそして3位がエイちゃんアットマークモモちゃんが一番可愛いいさんありがとうございますイエイそして4位がツインピーマンさんありがとうございますイエイ そして5位がケンタアットマーク小タちゃんほんまにお疲れ様でしたさんありがとうございますイエイそして6位がケイジさんありがとうございますイエイそして、えー、7位がノジさんありがとうございますイエイそして8位がエイト、えー、僕にとって初の、えー、イベント楽しかったよありがとうさんありがとうございますイエイ そして9位がはぎはぎアットマークももちゃん大好きさんありがとうございますイェイそして10位がくもくんありがとうございますイェイそして11位がもきちさんありがとうございますイェイそして12位がしまねこちゃんありがとうございますイェイそしてラスト13位がかほアットマークにこさんありがとうございましたイェイ本当に皆様 本当に今読んだ皆様も今読ん,だ読んで読めてない皆様も本当に本当にたくさんの応援ありがとうございました本当に私が参加できた日数は本当に少なかったんですけれども皆様のおかげで本当に最後まで楽しくイベントを終えることができそうです、えー、皆様が本当に私の <laughs> 本当に私の 誇りでしかないです。本当に本当にたくさんの応援ありがとうございました。<laughs> 本当にありがとうございました。あともうね、ショールームイベント毎日頑張ってたメンバーだったりそれをそのみんなを応援してたファンの皆様も本当に2週間お疲れ様でございました。 みんなで幸せになりたいね <laughs> ありがとうあと2分あるよしあと2分あるおちたびから歌える47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう大好きな車に乗って 「ワクワクする分近くなる」「四十七は行きたい街の数」「ずっと私のこと待ってくれてる」「いつの日か全部は日本全国の友達と笑顔の」 やばいやばい挨拶しとこう待って待って <laughs> ということではいいきなりですが質問です皆さんの好きな色は何ですかうんでもでもやっぱりそこはせーの桃色はいありがとうございます奈良県代表の大西桃子でしたえー、今日も配信見てくださった皆様本当にありがとうございましたそしてショールームイベントハッシュタグカリニシ応援本当に本当に,本当に ありがとうございましたー。本当にありがとう、感謝の気持ちでいっぱいです。改めまして、ただいま。<laughs> ありがとう。この後は引き続きです。頑張っていきたいと思います。お、あと一分ある？まだあさんでくねよかったねじゃ。 本当にありがとう。でみんなもゆっくり休んでねおいしいご飯も食べるんだよおいしい飲み物でもいいおいしい飲み物飲みなさい <laughs> 飲んでくださいおいしい食べ物も食べてください自分の一番好きなものを食べてくださいそして元気に健康にいてくださいまた明日からも普通に配信するので。 それも見てね <laughs> 本当にありがとうございましたありがとうございましたバイバイレッスン頑張ってきます本当にありがとう応援ありがとうございましたバイバイまたね ない。<laughs> やばい。でも切れてない。でも8時になったってことはおじも今レッスンがね始まるんだ。切るわ。もうね。ちょっとレッスン行ってきますね。じゃあね。ありがとうございました。バイバーイ。またね。<laughs>